まだ DJI から発表されてない新しいシネフープドローン DJI アバター2が国土交通省のドローン登録ページに登録されました。はい、どうもサラクーです。今日は2024年3月29日金曜日になります。今日の話題もなんですけども、DJI の新しいシネフープドローン、DJI アバター2の話題をしたいと思います。まあ、今回ちょっとね、国交省のドローンの登録ページに、ね、出てきちゃったという話をしたいと思います。その前ですね、ちょっとですね、PR の方させてください。今ですね、ドローンのチャンネルとは別にですね、サラクのチタビチャンネルという旅チャンネルを起こしております。私、サラクルですね、楽しく喋りながら旅をしているというようなですね、チャンネルになっておりまして、今現在チャレンジしているのが徒歩で千葉県一周というところですね、チャレンジしております。今ですね、ずっと九十九里浜を歩いてて、まあ、九十九里浜長いというふうになってますけども、まあ、長い砂浜を歩いて途中でぶっ壊れるというようなですね、動画を上げております。本当ですね、ちょっと楽しくですね、やってますので、ぜひですね、こちらのですね、サラクのチタビチャンネルの方にも遊びに来てもらえると嬉しいです。このですね、チャンネルのリンク先なんですけども、今見てですね、この動画の概要欄のトップのところにですね、このサラクのチタビチャンネルのリンク貼っておきますので、まあ、そちらから入っていただけると幸いです。以上、PR になります。ではですね、ドローンの話に戻したいと思うんですけども、まあ、先日からずっと引き続いてですね、DJI の新しいシネフープドローン、DJI アバター2のまあリーク情報とか、いろいろと話してまして、まあ、日本でもですね、まあ、技適マークとか、あと日本ですね、リサイクルマークとかまあついてるんで、まあ、日本もですね、ほぼ 100% 確実出るよという話をですね、させていただいてるんですけども、まだですね、まあ、DJI からは公式のティザーとかね、出てないですし、DJI アバター2の存在自体もですね、まだ DJI の方はね、出してないというところなんですが、日本のですね、国土交通省のドローン登録のページあるのご存知かと思うんですが、そちらのですね、ドローンの登録ページの方で DJI アバター2がですね、出てきてしまったよという話をしたいと思います。で、今ですね、DIPS 2.0、今この収録している時間ではちょっとメンテナンスに、ね、入ってしまってて、直接ですね、見ることができないんですけども、私の方ですね、こちらの方、DJI アバター2がですね、登録されたと。いうものですね、スクリーンショットを撮ってましたので、そちらの方ですね、ちょっとお見せしたいと思います。あと加えてですね、DJI リーカーの方が DJI アバター2のですね、リーク情報まだまだですね、出してますので、そちらはですね、ちょっとですね、おまけ程度なんですけどもお見せしたいと思います。今回ですね、DJI RC Motion 3、こちらの方の鮮明なですね、レンダリング画像が出ているので、そちらの方ですね、ちょっとね、お見せしたいなと思っているのと、あとセットがですね、もう1セット確認できましたので、そちらの方をですね、合わせて見ていきたいと思います。まずですね、国交省のドローンの登録ページのところで、スクリーンショットをね、撮ったものをですね、お見せしたいと思います。こちらになります。はい、こちらがですね、ドローン登録ページで私がですね、スクリーンショットしたものになっております。でですね、今お見せしているところですね、ドローン登録ページで、機体情報入力のところ、ステップ3のところですね、こちらの方なんですけども、そちらのところから、メーカーの機体、改造した機体のところを選ぶことができまして、で、製造者名がですね、DJI のところを選びますと、その下にですね、型式名をですね、選択する場面があります。でですね、注目してもらいたいのがこちらですね。DJI アバター2ということで、もうすでにね、登録されてしまっているというような状況になっています。これまでですね、DJI の方では発表されてないんですけども、国土交通省のドローンの登録ページの方ですね、DJI アバター2の方がすでにね、登録されてしまっているというような状況になっております。こちらに関しては、多分ですね、DJI の方が、国土交通省の方に申請して、その上ですね、こちらの方にですね、ところに入れてもらうという形にはなるかと思うんですけども、多分ですが、国土交通省の当局の方が、こちらの方ですね、公開日時とかは特に指定できないのかもしれません。DJI の方がですね、いついつこちらの方に、この機体の種類がですね、出るようにしてくださいっていうふうなですね、ことはできなくてですね、こちらの方は当局の方でメンテナンスした際にですね、こちらの方を登録したんじゃないかなと、私の方は思ってます。ただしですね、こちらの方で DJI アバター2が出たということは、もともとですね、100% 出るというふうにはね、言ってましたけども、これでですね、さらに確実なものになったのかなと思っております。今ですね、DIPS 2.0 ちょっとメンテナンス中なので、
皆さんちょっと確認することはねできないかなと思うんですけども、まあ、昨日の時点ですね、確認したですね、こちらの方の機体情報入力のところで、まあ、このですね、DJ アバター2がですね、登場したということをですね、確認することができました。なので、まあ、こちらの方にですね、出てきたということは、まあ、DJ からですね、発表があるというのも近いですし、発売するのもですね、もう間もなくかなということになるかと思います。はい、これですね、ちょっとね、スクリーンショットで撮ったものになります。ではですね、続いて DJ リーカーの、まあ、クアドロニュースとかがですね、上げているリーク画像の方、見てみたいと思います。まあ、こちらですね、DJ RC Motion 3のレンダリング画像になるんですけども、ちょっとね、鮮明な、まあ、レンダリング画像になります。こちらの方ですね、まず3枚上がっているので、ちょっと見ていきたいと思います。まずですね、1枚目なんですけども、まあ、ここら辺のですね、ボタンの配置というのが DJ RC Motion 2ですね、今の現在のものとですね、ちょっとね、違ってるかなと。思ってます。ここら辺のジョイスティックとか同じなんですけども、この赤いボタンとかこちらのですね、リターントゥーホームのボタンとかはちょっとですね、配置が違っているということと、まあ、今回は新たにですね、ここのところになんかジョグダイヤルみたいなものがね、ついているというところですね、結構ポイントなのかなとなっております。で、2枚目の写真が、後ろから見た写真ですね。まあ、ここら辺のレベルはですね、特に変わらないのかなと思っております。で、3枚目の写真がこちらになりまして、これは真正面からね、見た形になります。こちらの方にですね、ジョグダイヤルがついてるんで、こっから多分メニューとか選べるような形になるのかな。まあそういう風な、まあ、ジョグダイヤルがついたモーションコントローラーというものになりそうです。これがですね、まずですね、RC モーション3の、まあ、レンダリング画像になります。で、続いてですね、同じくですね、クアドロニュースが上げてきた、まあ、レンダリング画像で、まあこちらの方はですね、前回の動画でも紹介しましたけども、今回セットとして分かってもですね、出てきております。このですね、3番目のこの画像に関してましては、これはですね、前回の動画ですね、説明したセット内容ですね、このバッテリーがですね、3つついた、まあ多分プレミアムコンボになるのかな、まあそういう風なですね、まあ、セット内容になっています。これとですね、別にもう一つですね、簡易的なセット内容として、まあバッテリーが1つしかついてないというものですね、まあこういう風なセット内容は出てきております。ただしですね、こちらのセット内容に関しましても、このですね、RC Motion 3がついたセット内容ということになってますので、もう一つですね、DJ FPV リモートコントローラー3が入ったバンドルセットというものはですね、今のところですね、見えてないというようなね、状況になってます。まあ、できればね、このですね、モーションコントローラーではなくて、DJ FPV リモートコントローラー3がですね、入ったバンドルセットも出てきてほしいなと思ってます。残念ながらですね、今のところですね、こちらの2つのセットしかわからない状態にはなっております。ということでですね、まあ、今回ですね、新たなセットというものが、もちろんですね、バッテリー1つのタイプのセットというものもね、あるということがわかりました。以上となります。はい、ということですね。今回 DJI の新しいシネフープドローン、DJI アバター2の、まあ、こちらですね、まだね、DJI からはまあ正式に発表されてませんし、まだですね、ティザーも出てない状況なんですけども、国土交通省のドローンの登録ページに DJ アバター2の文字がね、出てきたという話をさせていただきました。今の時点で DIPS 2.0 がちょっとメンテナンスに入ってしまったので、まあ、直接ですね、そちらの方でですね、お見せしたかったんですけども、まあ、メンテナンス中ということもありまして、先日ですね、撮ったスクリーンショットですね、今回皆さんと情報をシェアをしたというような形になっております。まあ、私がですね、こちらの DJ アバター2をドローン登録ページで確認したのがですね、まあ、昨日の時点ということになってますので、そこら辺でですね、多分ね、登録されたんじゃないかなと思っております。本来であれば、まあ、DJI がですね、発表してから、まあ、登録されるべきなんでしょうけども、まあ、なかなかですね、そこら辺の日時指定とかも多分 DJI の方からできないようなね、仕様になっているのかなと、とも思っております。ということでですね、国土交通省からフライング気味でですね、まあ、出てきてしまったということで、まだ DJI からね、発表されてない機種がですね、登録されたという話をさせていただきました。まあ、ちょっとですね、面白かったんでさせていただきました。あと加えて、まあ、DJI のリーカーから新たなですね、レンダリング写真が出てきまして、まあ、モーションコントローラー3とですね、あとですね、バンドルセット、もう一つのですね、バンドルセットという内容も分かりましたので、まあ、そちらの方もですね、合わせて紹介させていただいたということになります。あとは本当に価格とスペック、こちらの方がまだ情報としてはですね、出てきてないので、そちらの方をですね、楽しみに待っておきたいかなと思っております。はい、ということですね、今日の話題は以上となります。本チャンネルはこのような話題とか、ドローンのノウハウ、新製品のレビューとかを行ってたりします。随時最新情報もアップデートしてまいりますので、ベルマーク、通知ボタンの方、オンにしていただくとありがたいです。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。
それでは次回の動画でお会いしたいと思います。楽しくドローン飛ばしましょう。以上、サークでした。さよなら。バイバイ。